ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。宇宙ベンチャーの米スペース X のイーロン・マイク氏の火星移住計画はアシモフを読んだ経験からだとされます。また、米インテル社は社員に対して SF プロのビジョンを考えることを目的としています。 えー、空想的な道具立てを用いながらも合理的論理的な物語の構成は SF の醍醐味です。とりわけアシモフの新頂点は謎解きの展開で展開するストーリー SF 的な大ブログ式を思いっきり広げてそれを最後に見事に畳んでみせるアシモフ自身は私たちの商売は いたずらに人を脅し入れて悪い気分にさせたりすることはありません。SF 作家、アシモフ、これはイーロン・マイク氏の火星移住計画につながります。それでは、お先に失礼します。